僕は全然知らなかったので危うく騙されそうになったっていうか。はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと自然派 YouTuber としてはですね、こういうところで毎日歩いてるわけですけども、ですね、今日は阿佐ヶ谷に来ております。阿佐ヶ谷、もう久しぶりの阿佐ヶ谷で、多分もう本当 3,4 年ぶりの阿佐ヶ谷なんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、あ、ちなみに阿佐ヶ谷こんな自然じゃないですからね。阿佐ヶ谷の中にあるなんかその神社みたいなところに来てまして、で、はい、で今そこを今散策してるって感じですね。今日僕がですね、阿佐ヶ谷に来てる理由は、その引っ越しの物件を探しに今、来てるんですけども、まあですね、面白いですよ。あ、めっちゃトイレ行きたい。で、その物件を見るためにですね、今阿佐ヶ谷に来てるんですけど、その引っ越しするために不動産会社を転々と見てるわけですけど、対応が全然違うというか、むしろですね、業界の闇を聞いてしまいました。はい、なのでちょっとこれをですね、シェアさせていただきます。まあ、この動画を残すことによって、まあ、これから引っ越しを考えてるですとか、まあ、2年後3年後この動画がればですね、この引っ越しをする方にとって避けられるリスクを避けられる、なんかその無駄足をしなくて済む、でハッピーな引っ越しができると思いますんで、まあ、この動画をですねちょっとシェアさせていただきます。まあ、といっても内容はそんなヘビーではなくて全然ライトな内容なので、そのこの闇を暴いたからといって業界に何かこう何かしらの影響があるとか、そんなことは一切ないと思います。はい、気軽に聞いていただければな。まあ、でもただ僕は全然知らなかったので危うく騙されそうになったっていうか、危うくそういう自分が損をしてしまいかねなかったのでシェアさせていただきます。蚊がめっちゃすごいです。ここいいよ、僕の血でよければ吸ってね。はい、じゃあ、まあ例えばこれなんですけど、まあもうここには住まないので、まあ、見せるんですけど、こういった、物件情報がありますね。これかなりまともな方です。まずはいい例からお見せしますね。で、まあこういうふうに、情報がいろいろ載ってるわけなんですけども、その間取りですとか写真ですとか値段の下にこの管理会社の情報が載ってるんですよ。でそれがまともですね。例えば僕が不動産屋さんに行ってこうやって見せてもらいました。不動産にはその仲介手数料っていうのを僕は支払わないといけないんですよ。でこの管理会社に直接電話して契約したら、そのこの不動産に払う仲介手数料を安く抑えることができるんじゃない、払わなくて済むことができるんじゃないかっていうふうにやっぱり考えるわけですよね。でどうするかっていうと、この下に書いてあるその不動産管理会社に直接電話をすればいいんですよ。まあもちろん厳密に言うとここも仲介手数料をがっつり持っていく場合もあるんですけど、不動産会社からしたらお客さんがこっちの管理会社に直接電話する、まあ、管理会社の方に流れていくリスクがあるわけですよね。なので不動産屋さんからしたらこの情報邪魔なんですよ。なので僕が今お世話になっている不動産屋さんの前のにお世話になってた不動産屋さんはですね、もうここががっつりないんですよ。であとマンション名もないとかですね、なんか情報を隠すだけ隠して、もううちと契約ガンガンさせてみたいな、もうそういうことをですねなんか平気でやるそうなんですよ。なので今お世話になってる不動産屋さんはですね、その僕が前いただいた図面とかを見て、ああやっぱりこういうことやっちゃうからさみたいな、こういうことやっちゃうから業界がなんかちょっとイメージ悪くなっちゃうんだよみたいな、ちょっとぼやいてましたね。はい、ぼやいてました。なので、もしこの動画を見てですね、賃貸これから見たいですっていう、これから引っ越しを考えてるんですっていう方はですね、そのまず間取りを見せてもらって、その間取りの下に管理会社の情報をちゃんと載せてる不動産屋さんは最低限そこからお世話になった方がいいと思います。はい、で実際ですね、僕がその今お世話になってる不動産屋さんってかなり待遇が良くて、
てか、かなりその手続き的なところを良くしてもらってるんですよ。今お世話になってる不動産の前にお世話になってたところは普通に人当たりですとかは良かったんですよ。良かったんですけど、今のところはその入った瞬間にですね、もうなんか、あ、いらっしゃいませとか言って、まあそこは普通だと思うんですけど、椅子に誘導して、なんかもう座る時も椅子をこう引いて、で僕は座る時にこう押してくれるんですよ、椅子を。え、ここホテルかみたいな、ホテルかよみたいな思っちゃうんですけど、でそのお茶ですとかそういうのも出してくれて、しかも飲み放題だし、でしかもその物件選んでる時もそのちょっとお時間が空いてしまうので、ちょっとこちらの本読んでくださいねとか言って、その DIY 系とか DIY ですとか、そのファッション雑誌を置いてくれたりとか、でここ美容師かよとかですね、いろいろその感動しちゃったんですよね、対応に。まあ、なのでここの不動産から買おうと、仲介手数料払ってもいいからここから気持ちよく買おうってことで、今引っ越し先をいろいろと探しているところです。なので、でこの動画を見てるあなたはですね、自分はそんないい待遇してもらったことありませんっていう方ですね、もう次引っ越しするときはその本当にいい不動産屋さんいますから、はい、対応もしっかりしてて、ちゃんとこう業界の闇をちゃんと暴いてくれてっていうですね、で真摯に対応してくれるところですね。ちゃんといますから、諦めずにですね、もう不動産屋さんの数はコンビニ並みにあると思ってますんで、あ、そういういい不動産屋さんがいるんだっていうですね、この話を聞いて、あなたも気持ちいい接客してくれる不動産屋に出会ってください。僕とあなたの引っ越しが成功することを祈って、今回の動画を以上とさせていただきます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。で、僕がですね、引っ越しするときにそのミニマリストとしての引っ越しの実態をですね暴いちゃいますので、ぜひ楽しみにしていてください。